牧義雄君。立憲民主党の牧義雄でございます。今回のこの JST 法案の審議に入る前に、3次補正で、オリパラ関連の予算も盛り込まれておりますので、ちょっと前回臨時国会でも私オリパラ関連で質問させていただきましたが、先にちょっとこの懸念される東京大会、本当にできるのかどうなのか、いろんな情報が錯綜をしております。有力な海外のメディアからも、東京大会中止じゃないかというような報道もなされて、慌てて政府が取り消すというようなこともございました。また昨今 IOC が、オリンピック選手を優先的にワクチン投与するというような話をしたところ、WHO はね、ワクチンのオリンピック選手優先というのを否定するというような報道もなされております。そんな中で、今回3次補正で感染症対策857億円が盛り込まれております。これ具体的にどういうことをするのかということもお聞かせいただきたいんですけれども、その前に予算委員会でも大臣お答えになっていると思いますが、この期間に約1万人の医療スタッフを依頼したいと、1人当たり5日間ぐらい動員をして、1万人の方に医療スタッフに従事していただきたいという依頼をするというような、お話もちょっと聞いたんですけれども、そういうことになると、かなりこの今ただでさえこの医療が逼迫している中で、これは多分にこの地域医療にも影響すると思うんですけれども、そういうことも踏まえてですね、この857億円具体的にどう使うのか、まずお答えいただきたいと思います。橋本オリパラ担当大臣。お答え申し上げます。令和2年度第3次補正予算案において、東京大会に向けた感染症対策等として、857億円を計上しております。その内訳は、1つ目が、東京大会が新型コロナウイルス感染症の影響で1年延期されたことによる追加経費のうち、感染症対策関連経費の国負担分として560億円、同じく追加経費のうち、パラリンピック経費の国負担分として150億円、3つ目がホストタウン、事前キャンプ地における検査実施経費、交通、宿泊施設の感染予防経費など約127億円、4つ目が国立競技場、代々木競技場、ハイパフォーマンススポーツセンター等における消毒、抗ウイルスコーティング、空間除菌など約20億円となっております。これらの施策を着実に実行することで、安全安心な大会を実現していきたいと考えております。牧義雄君。安全安心な大会に心がけていただくことは結構なんですけれども、先ほど申し上げたように、ただでさえ現状でにおいてさえですね、今の国内の医療提供体制が大変逼迫しているという状況の中で、一般的なこの国民の健康安心にしわ寄せがいかないようなことをしっかりと担保していただきたいということも併せて申し上げておきたいし、本当にそういうことを踏まえて本当にできるのかなということについてはですね、もう8割以上の国民の皆さんが懸念を抱いている、疑念を抱いているという状況の中で、もうそろそろですね、はっきりと見極めをつける時が来てるんじゃないかなというふうに思います。中止を決めろとか延期を決めるとかいう話をしてるんじゃなくて、どういう基準でこれを決めるのか、見極めるのか、あるいは無観客という話も出ております。どういう基準でそれを決めるのかという一つの指標ぐらいは、私はもうそろそろ示すべき時が来ているというふうに思いますけれども、その点についてどう思われますか。まずお答えいただきたいと思います。橋本オリパラ担当大臣。はい。東京大会の開催については、さまざまなご意見があるということは承知をしております。政府としては、まずは感染拡大の防止に全力で取り組んでいるところであります。東京大会については、昨年7月の IOC 総会において、競技スケジュールとその会場が決定されており、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと講じ、東京大会を開催するべく、現在、関係者が一丸となって準備を進めているところでございます。
先ほど医療体制のお話がございました。午前中の予算委員会でも医療体制のことについて質問をいただいたわけでありますけれども、やはり一番大切なことは地域の医療に対して安心を持って受け入れていただけるような体制というものを作っていかなければいけないというふうに思っておりますので、感染症対策の専門家、そして IOC あるいは組織委員会東京都、今現地の JOC そして JPC にも参加をいただいているコロナ対策の調整会議におきまして、しっかりと感染症対策の研究をされている方も一堂に会して今後観客をどのようにしていくかということもこの春に決定をするという中間報告をしておりますので、さまざまな状況をしっかりと勘案しながら対策に努めていきたいというふうに思っております。牧義夫君。関係者の皆さん、JOC や組織委員会、東京都、政府の皆さんのご努力については否定するものではございませんけれども、これはまた時間があるときにゆっくりまたお聞かせいただきたいと思うんですが、いくら我々頑張ってもですね、各国から選手を送り出していただかないことには大会が成り立たないわけで、その辺の各国の状況について今日はお聞きしようと思いましたけど、ちょっと時間がないので、またゆっくりその各国の状況をどのように把握されているのか、選手が来ないんじゃ大会成り立ちませんので、その辺のところも合わせて、ちょっとまた日を改めてお聞きしたいと思います。今日はありがとうございました。橋本大臣にはこれで結構でございます。どうぞ。じゃあ、牧義夫君。はい、引き続いて、今度は10兆円のファンドについて、お聞かせをいただきたいと思いますが、このそもそもの今回の補正予算の5000億については、これをどういうふうに用立てたんだということを担当の文部科学省に、お聞かせをいただいた、事前にお聞かせをいただこうと思ったら、これは財務省がお金を作るんで、その辺は我々は預かり知らないところだというお話でしたので、今日は財務省からもおいでいただいてお話を聞かせていただきたいと思います。これ非常に分かりにくい、お金の用立ての仕方で、私もさらっと聞いただけじゃいっぺんに理解できなかったんですけれども、まずは外為特会のドルを日銀に引き取らせて、日銀からそれに見合った円が外為特会に入って、それでその円で財務省の持っている金を買うということによって財務省にそのお金が入ると、これさらっと聞いただけじゃ皆さんすぐ理解できないと思うんですけども、まさにこれ錬金術って言ってもいいぐらいの非常に手の込んだ芸当だなというふうに、ある意味感心もしたんですけれども、なぜこんな手の込んだ手法を使うのか、これは立派な日本の学術科学研究を推進するためのお金ですから、こんななんかこうタコが自分の足を食うようなやり方しなくても私はいいと思ったんですけど、まずこれどうしてこんな手の込んだやり方したのか、お聞かせをいただきたいと思います。青木主計局次長。金の売却収入の計上につきましてご質問いただきました。まず金を持っておりますのは一般会計 の、 貨幣回収準備資金というところで持っております。これは例えば造幣局が金貨を発行したりするときの原材料として持っておるというようなものでございますが、この金につきましては天皇陛下のご即位でありますとか、それから東京オリンピック・パラリンピックにかかる金貨の発行というものが完了いたしまして、で国の資産の有効活用を図る観点から、今後記念金貨の発行に必要な量を除いて売却するということを、考えておったところでございます。で実際それをじゃあどこに売却したかという話で先ほどお話がありました外為特会におきましてですね、まさにこの金を売却するにあたって市中売却をしますと金市場に不足の影響、マーケットに不足の影響を与えかねないでありますとか、
それから政府が保有する金を、まあ、要は売却して最終的に海外にですね、流出させるということもまた一つよろしくないという、そういう考え方に立ちまして、外為特会、特別会計におきまして、外貨準備の運用として、この金を、貨幣回収準備資金から取得するということにいたしました。で、一方で日本銀行の話も出ておりますが、その際ですね、実際、外為特会が金を買うにあたりまして、まあ、持っておる、外為特会が持っている外貨をですね、日銀に売却をしたんでございますが、日本銀行におきましては、まさにコロナ禍における緊急時の外貨資金供給の円滑な遂行に備えるため、外貨を必要としておったというわけでございます。従いまして、この財務省の売る側の貨幣回収準備資金と、それから買う側の外為特会と、それから日本銀行、それぞれが必要性があって、そこが合致して、こういう形になったわけでございます。で、最終的にそれを、まあ、第三次補正予算の中で、そういうその金の売却収入を歳入として計上するということになっておりまして、そういうことになっておったところ、まあ、まさにその大学ファンドの収支についても、また別途歳出の方で話がありまして、これ、大学ファンドへの収支につきましては、そのまさにその収支の資金調達のコスト、これをその一般会計が、まあ、負担するというようなことがないように、利払い費が生ずる国債発行によらない財源確保が望ましいと考えまして、この金の売却収入を、まあ、活用するという整理をいたしましたところでございます。牧義雄君、まあ、大臣もお聞きになってたと思うんですけども、まあ、いいんですよ、お金に色がついてるわけじゃないんで、ただ、まあ、こういう形で捻出しなければ、まあ、これからの国家100年の計を立てることができないのかというところが私の問題意識であってですね、まあ、その辺は大臣も多分共有していただけると思います。で、まあ、この法案の中身そのものについてもですね、まあ、今回とりあえず、JTS が JST がこの資産を財投の資金を運用できるという仕組みを作るだけの話で、まあ、その後の制度設計については、まだこれからだというお話を、まあ、事前のレクでもお聞かせいただいたんですけど、まあ結局はそのまずお金ありきで、その後ゆっくり考えるというようなことで、私は順序が逆じゃないかなというふうに思いますし、まあ、研究力強化を長期的な視点で安定的に支援するというふうに狙いも大臣述べておられますけれども、まあ、それは立派な話であって、誰も否定する話じゃないと思います。この国家的な命題を、なぜですね、まあ、このコロナ対策に乗じて、悪い言い方すればこのどさくさに紛れてそれをやるのかということについて、大臣の所見をお聞かせいただきたいというふうに思います。萩生田文科大臣。提案説明でも申し上げましたが、欧米の主要大学ではすでに寄付金などを原資とした数兆円規模の大学ファンドもそれぞれいくつもの大学が個別に持っておりまして、その運用益を人材や研究設備に投資することで充実した研究基盤を構築しております。我が国の研究大学がこうした欧米の主要大学と合していくためには、早急に大学のファンドを創設する必要があると思っております。我が国としても早急に大学ファンドの運用を開始するため、今般の補正予算や令和3年度の財投計画で財政措置を講ずることとしました。他方で研究大学への支援を開始するまでには一定程度の期間を要することになります。そのため、その期間を有効に活用して大学ファンドの運用体制の整備を行うとともに、内閣府をはじめとした関係省庁との連携や経済金融等の専門家の協力など、幅広く知見を集めながら具体的な制度設計を遅滞なく進めてまいりたいと思います。ゆっくりやるんではなくて、かなり急いでるからこそ今回補正でですね、5000億をまず積ませていただきました。で、今財務省からご説明を聞いた通りでございまして、牧先生のご発想からすれば、こんないいことやるのになんで一般会議から堂々と出さないんだと、新年度予算で要求しないんだというのは多分思いだと思うんですけれど、まあ、それはやっぱりその切り口といいますか、価値観の違いがありまして、少人数学級の結末を見ても分かっていただけると思うんですけれど、まあ、まさにですね、我々にとって大事だと思っても、なかなか財務省さんからはですね、それはいいことだから、真水でしっかり応援しようということじゃなくて、かなりリスキーじゃないかというふうに多分財務省も思ったんだと思うんです。で、この5000億については、まあ、直ちに使うんではなくて、今後ファンドを積んでいった時の、まあ、言うならリスクヘッジとしてちゃんと持っていかなきゃなんないものですから、一回文科省には入りますけれども、ある意味では
外へ出して、いじれないお金になるわけですから、我々としてもその本会計に1回それを予算計上するよりはですね、今非常に複雑な仕組みをご説明いただきましたけれども、そういう仕組みの中からちょうどいいタイミングで捻出をされた5000億という金額をですね、このような形で積ませていただいたことはありがたいことでありまして、で何よりもですね、この話多分1年ぐらいいろいろ与党でも野党でも耳に入ったと思いますけど、多分牧先生本当にやるのかって、本当に国が大学のファンドを10兆円も積むのかって多分疑問に思ったと思うんです。世界中の人もそう思っていると思います。しかしここで補正の5000億を積み、新年度の財投で4兆円を積むというこの意思をですね、内外に示すことによって日本の本気度というものがしっかり伝わるんだと思ってまして、そういう意味では一日も早くスタートさせていただきたい、こういう思いの中でこの補正予算でお認めをいただきたいと思っているところでございます。牧義雄君、大臣も私も多分同じような思いだと思いますので、これ以上突っ込むことは差し控えたいと思います。たださっきそのリスクヘッジという言葉がありましたが、あんまりこのリスクは犯すことのできない性質の運用にならざるを得ない話だと思います。財投ですから、その上でですね、これはハーバード大学やなんかこう個人民間からの寄付で募って、そこから株式やらヘッジファンドなんかで運用してかなりの利回りを上げているということも聞いておりますけれども、今回のこれはさっき、杉野局長でしたっけね、お話聞いてて、GPIF に倣って、運用すればおよそ 3% という実績が、過去20年ぐらいで、あるんだというお話を聞きましたけど、私本当にそうなのかなというふうに、かなり疑問を持っております。でこれはやり方としてはですね、これは要はその配当とか利回りとかいう配当だとかね、利回りだとかいうそのインカムゲインを当てにせざるを得ない、安定的な収益を上げるためには私はそうだというふうに思うんですけども、このキャピタルゲインまで、想定しているんでしょうか、株の売り買いやなんかまでやってですね、これを運用しようとしているのか、利子や配当のみにとどめるのかということをちょっとお聞かせいただきたいと思います。というのは GPIF の実績見るとですね、これは確かにおっしゃるようにこの過去20年 3.09% というのがあるんですけども、このインカムゲインに限定した収益率でいうと 1.64% なんですね。だから安定的に運用しようと思ったらこれ 3% なんか私上がることはないと思うんですけども、その辺どうなんでしょうか。萩生田大臣、まずその 3% って目標値を文科省として外に示したことないんです。たまたま GPIF を真似してスタートすると言ったもんですから、皆さんが GPIF なら 3% ぐらいの利回りを考えてるんじゃないかというふうに多分思ってらっしゃると思うんですけど、もちろん 3% をありがたいことで理想にしたいんですが、ここはもう背伸びをしないでですね、しっかり安定的な長期的な運用していきたいと思っております。でそういう意味で言いますと、大学ファンドの運用については長期的な観点から国内外のさまざまな種類の資産に分けて投資をする、いわゆる分散投資を行うことによってリスクを分散抑制しながら必要な収益を確保することを基本的な考えとしております。本ファンドの運用益の見通しにつきましては、運用実績がある年金積立、いわゆる GPIF の収益率を参考にしつつも、国内外の投資環境を考慮した上で慎重に見極める必要があると考えており、運用方針については今後総合科学技術イノベーション会議のもとに設置をされる予定の有識者会議での議論を踏まえて、文部科学省と内閣府をはじめとした関係府省で検討してまいります。大きな違いは、GPIF はキャッシュアウトしないんですね。運用をずっと続けて、言うならそのバランスシート上の利益を求めているんですけれども、われわれはその現金を作らなきゃならないんで、どこかでキャッシュアウトしなきゃならないんで、そこはそういった意味では、一つ一つけりをつけて、利益が上がったら切りをつけるという、そういう努力をしていかなきゃならないと思っています。牧義雄君、おっしゃる通りキャッシュアウトできないんで、複利計算ができないということで、あんまりこの取らぬタヌキのなんとかはしない方がいいということだけ申し上げておきたいというふうに思います。時間がないんで一つだけ最後付け加えたいんですが、今回の補正で芸術文化関係、これは250億円のアーツフォーザフューチャーですか、新規事業への助成というのが盛り込まれているんですけれども、これはフリーランスの個人が使えないなど、使い勝手が悪そうな案が示されているという声が上がっております。二次緊急事態の宣言下ではですね、夜8時
のリミットが、これは要請というよりも働きかけというような扱いになっていて、保証の提案もないわけで、この分、間違いなく売上減ということになると思うんです。演劇ですとか映画ですとか、演劇ですと5割減、映画館ですと 25% 減という、こういうことを考えるとですね、もうちょっとこの実情に即した、固定費の一定割合を出すとか、あるいは売上減の分を保証するとか、そういうことを私は求めたいと思うんですけれども、最後にその辺のところ、今後きちっと考えていただけるのかどうかだけお聞かせをいただいて質問を終わりたいと思います。萩生田大臣。文化芸術関係者におかれましては、これまで徹底した感染症対策にご尽力いただきながら、イベント等の開催に努め、文化芸術の日を絶やさぬよう取り組んでこられたことに深く敬意を表します。一方で、今回の緊急事態宣言の発令により、開催時間や収容人数の変更等の影響が生じているのは承知しております。文科省としては、文化芸術関係者の支援は重要であると考えており、実演家や技術スタッフの方々や、文化芸術団体に対し、その活動継続や技能向上に向けた積極的な取り組みや、収益力を強化するための取り組みなどへの支援を行ってまいりました。さらに、新たに第3次補正予算案、コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業において、緊急事態措置の期間中も含め、文化芸術関係団体等による感染対策を十分に実施した上での積極的な活動を支援することとしており、団体を介してそれらの講演等に参加するフリーランスの実演家等の皆様にも支援を行うことと考えております。また本事業の実施にあたっても、講演の中止に伴う費用等について、関係省庁と連携しつつ支援を行えるよう検討するとともに、緊急事態宣言の発令時に遡って支援対象とすることを検討するなど、可能な限り事業者の使い勝手の良い制度にしていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。次に